アニー新機能リリース第2弾。今回はアニーの新機能の2つ目をご紹介します。2つ目は引き継ぎたい作業や上司に確認していただきたいチェックリストの URL を送ることが可能に。作業を引き継ぎたい、上司にチェックしてもらいたい、そのような時に作業途中のチェックリストをそのまま送ることができれば便利ですよね。今までは識別番号などで検索していただく必要がありましたが、この新機能の追加により途中まで使用したチェックリストもそのままリンクで送ることができるようになりました。ダブルチェックが必要な重要な書類のチェックやシフト交代の時の引き継ぎなど、複数人でチェックを行うことがスムーズにできます。引き継ぎを忘れがちなルーティンの作業に大活躍。業務の引き継ぎにお困りならチェックリストシステムアニーで検索。